新幹線 E6 系電車。新幹線 E6 系電車。新幹線 E6 系電車は、東日本旅客鉄道、JR 東日本が2013年3月16日より、営業運転を開始した新在直通運転用、ミニ新幹線用新幹線電車。E3 系例番内に代わる、新たな秋田新幹線の車両として、 東北新幹線区間で最高速度時速 320km 運転を行うために開発された車両で2013年3月16日のダイヤ改正からスーパー小町の列車名で A 運転に投入された E5 系、H5 系との並結運用により17両編成のハヤブサ、ヤマビナスノにも投入されている繁忙期などの臨時列車を含めると はやてにも投入される。2014年5月26日にローレル賞、2014年10月1日にグッドデザイン賞をそれぞれ受賞した。JR 東日本は2000年に策定した中期経営構想ニューフロンティア21において示した世界一の鉄道システムの構築において新幹線を最高速度時速 360km で 営業運転することを目標とした。その目標を実現するために2002年に新幹線高速化推進プロジェクトを社内に発足させ、新幹線高速試験電車、ファステック 360E954 型 E955 系電車を開発し、2005年から地上設備も含めた各種試験を行った。その結果、 環境対策やコスト対効果を考慮すると、最高速度時速 320km が妥当と判断され、本線系統の E5 系、H5 系に対して、新在直通用車両として本形式が開発された。量産線校車は2010年6月から仙台港に陸揚げされた。同年7月9日には、新幹線総合車両センターで報道公開された。 営業運転開始までは S12 編成を名乗っていた。2012年11月より量産車が順次納入され、2013年3月16日に営業運転を開始した。2014年3月15日のダイヤ改正以前の最高速度は時速 300km であった。量産車は Z 編成を名乗り、基本的には量産先行車と同じだが、 普通車とグリーン車の定員が1名ずつ減少し、合計336名となっている。なお、川崎重工業車両カンパニー担当の一部、編成は、秋田車両センターへ、公衆輸送の形で納入されている。詳細は後日の編成表を参照されたい。2013年3月16日のダイヤ改正で、4編成が、東京駅や北駅間の、 スーパー小町4往復として営業運転を開始した。なお、当初の営業最高速度は時速 300km であり、スーパー小町と並結する E5 系、早草にも同様の措置が取られていた。また、E5 系と並結した状態で一部、山彦にも重当された。2013年は4月以降毎月1から2編成のペースで落成し、順次、 小町に重当される E3 系霊番台を置き換えていった。なお、ダイヤ改正前に E6 系に置き換えとなった小町は時刻変更は行われず、スーパー小町への種別変更はなし、東京駅盛岡駅間は早手との並結運転となるため、最高速度は時速 275km となっていた。2014年2月27日付で、 量産線行車の S12 編成が量産化改造され Z1 編成に改名された。2014年3月15日のダイヤ改正で小町柔道列車がすべて本系列に置き換えられた。同時に早ぶさ小町の宇都宮駅森岡駅間の最高速度が全列車時速3 2 0トルへ引き上げられたため秋田新幹線は小町 最高速度時速 275km とスーパー小町最高速度時速 300km の区別がなくなり列車名が小町に統一された。また、早手の大半が早草に統合されたため仙台森岡駅発着の早草の増結用としても使用されている。同年春までに量産車は23編成が落成し、量産先行車も含めて 合計24編成となった。デザインは奥山清之が監修した。新幹線区間では E5 系、H5 系との並結を考慮して、最高速度時速 320km、軌道加速度時速 1.71kmS であるが、在来線区間では時速 130km、時速 2.0kmS である。7両編成とし、 電動車と付随車の構成、MT ヒワゴ2である。車体傾斜装置を採用することによって、新幹線区間における半径4000メートルのカーブでも時速320キロメートルで走行できる。車体の色は上部を赤根色、下部をヒウンホワイトとし、その境目や車体側面にアローシルバーの帯を配している。戦闘形状は E955 系電車でテストされたアローラインを元にしている。ノーズの長さは約13メートルとなっており E955 系11号車と同じ長さで E3 系の約6メートルより延長されている。先頭車両のノーズの長さによって編成定員が1両分減少するため7両編成へと車両数が増やされた。なお、本系列の導入直前には 以上のことを理由に、在来線区間の各駅や、信号お及び、秋田車両センターの地上設備が改良されている。床下機器は、台枠横りから吊り下げ、騒音対策として点検蓋を兼ねた塞ぎ板と台車カバーで、車体下半分を覆う構造とし、塞ぎ板と台車カバーには吸音材が取り付けられる。また、車体の間には、編成全体の要因具を抑制するための、 車体間ダンパーと風切り音の低減とローリングを抑制するために、肩持ち指示方式によって屋根部分と側面部分に分割され、リンク機構で連結相手の車両に押し付ける構造の全周フォローを装備している。低重心化を図るため、空調装置は床下に設置されており、その結果、屋根高さは e 五 k h 五 k と同じ三千六百五十ミリメートルとなり、 E3 系と比べて 430mm 低くなっている。河川からの炭素交流 25KV、新幹線、または 20KV、在来線を、主変圧器で高圧した上で、主変換装置で直流に整流、その後三相交流に変換して、主電動機を制御する、VVVF インバータ制御方式である。 編成全体は11号車から14号車の4両と15号車から17号車の3両の2ユニットで構成されており、電動車には E5 系、H5 系用と共通化設計された主変換装置を付随車に主変圧機と終電装置を搭載する。主変換装置は日立製作所、三菱電機、東芝の3社で製造している。床下の機器は 山側に点検頻度が多い主要な機器を集中配置させて、それらの点検カバーを設けることにより、メンテナンスを容易にするとともに、逆に点検頻度が少ない機器については、主変換装置中央の空いたスペースに配置され、機器の小型化を図っている。補助電源装置は11.17号車、電動空気圧縮機は11.1315.17号車に搭載されており、 さらに11号車には補助用の電動空気圧縮機を搭載している。これは本社の空気バネによる車体傾斜システムなどで使用される圧縮空気の消費が多いことを考慮しているためである。主電動機は3 0 0ットの MT207 3小、交流誘導電動機を搭載、駆動方式は WN 平行、カルダン駆動を採用している。主変圧は 強制風冷式を採用し、3479馬及び4 9 8九馬の容量を備える。騒音及び振動抑制の観点から、主変圧器と車体張りの間に、防振ゴムを挟み込む構造とし、車体側と主変圧器側の双方にゴムを取り付けたサンドイッチ方式が採用された。ボルスタレス台車、電動車、DT210、DT210A。 付随車 TR7009 を採用する。製造は、川崎重工業、日立製作所、住友金属工業、現、新日鉄住金の3社である。量産線公社には、乗り心地の向上のため、枕羽根である空気羽根の定数をギリギリまで下げて柔らかく設定し、車体と台車枠の間を、トーションバーで連結して、台車の打行動と車体のローリングを抑制する。 トーションバー式のアンチローリング装置を装着している。基礎ブレーキは E5 系、H5 系と同じ空圧キャリパ方式としている。車輪のホイール部量側と車軸に装着されたブレーキディスクは E5 系、H5 系と同じ中央締結式となっているが、軽量化のために付随台車一軸あたりのディスクブレーキを通常の2枚から1枚に減らている。 また、新幹線区間での時速 320km 運転において、直進安定性能を確保するため、軸強、フル規格新幹線車両と同じ 2500mm まで延長しており、台車枠と車体の間を側面で連結して、要ン具を抑制するアンチヨーダンパーは、2本横に並行して取り付けており、そのうちの1本を減衰力切り替え式にすることにより、 台車の首振り角度の許容度を広げれるようにして、在来線区間での曲線通過性能を確保している。曲線通過時の乗り心地を向上させ、新幹線区間では半径4000メートルのカーブでも時速320キロメートルで走行できるように、空気バネによる車体傾斜システムにより、車体を最大1.5度傾斜させることができる。なお車体傾斜システムは、 在来線区間、森岡駅や北駅間では使用しない。全車両に E5 系、H5 系と同じく電気式のローラーネジ式アクチュエーターを使用して電気指令によりローラーネジを駆動させて左右の振動に対して反力を与える電気式のフルアクティブサスペンションを搭載しているが、これと平行に減衰力切り替え式のセミアクティブサスペンションも搭載しており、 フルアクティブサスペンションがシステムエラーなどの故障時にはバックアップとして使用する。パンタグラフは編成中2機設置されているが、高速走行時の騒音低減及び在来線区間でのセクション対策として実際に使用するのは1機のみとなる。そこで高速走行時の離線対策を施した多分割3立つ規定騒音パンタグラフ PS209 を装備する。 ファンタグラフ側面には、騒音防止のための車音板が装着されるが、E955 型で使用した、可動式ではなく、固定式である。これは、e、E5 系、H5 系と、同サイズの車音板では、在来線区間の車両限界に支障するが、可動式とした場合、故障して稼働できなくなった、際の支障があまりにも大きいため、信頼性の観点から、固定式とし、車音板を、 在来線の車両限界内に収めるため、E5 系、H5 系よりもサイズが小さくなっている。騒音低減のため、特攻圧引き通線は E2 系0番台と同じく車内天井部に配置した。ゆとり、優しさ、あなたのをキーワードに、丁寧なこしらいとあつらいをコンセプトにデザインされた。普通車のシートピッチは 980mm に統一された。 普通車の座席には、秋田の稲穂の色、グリーン車のカーペットには、田沢湖の青色が採用された。車内設備として、コンセント、グリーン車は全席に、普通車は窓際席と車単席に届く書道が設置される。また、防犯対策として、車両デッキには、防犯カメラも設置される。バリアフリーの一環として、ハンドル式電動車椅子対応の多目的トイレが、 設置される。また、外国人利用客の増加に伴い、2018年2月頃から8月頃までに、かけて、順次、普通車の奇数号車の東京よりとグリーン車の、デッキスペースに、荷物置き場を設置する予定。本系列に属する各形式名とその車種は、以下の通り、新幹線の車両形式で、100の位に、6を使用するのは本系列が初めてである。 2014年4月1日の時点では、全編成が秋田車両センターに配置されている。定期運用としては、秋田新幹線、小町と東北新幹線早草、はやぶさ、やまびこ、なすので運用される。なお、東北新幹線区間は全列車が E5 系、または H5 系と並結し、非常時や改装時を除いて、単独運転は行われない。 また、早草との並結列車は、宇都宮駅森岡駅間で、時速 320km 運転を実施する。山彦・那須野のでは最高速度時速 275km で、運行され、E6 系部分は、グリーン車以外全車自由席となる。臨時列車の、早手での運用も最高速度時速 275km だが、この場合全車指定席である。運用開始以降、 同じくミニ新幹線の山形新幹線、福島新庄間へは乗り入れ実績はなかったが、2018年10月26日から27日にかけて Z 級編成を使用した試運転が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。